冷やし中華麻婆です。冷やし中華麻婆はじめました。藤尾冷やし中華麻婆、はい、皆さん見てください。これ冷やし中華麻婆まだ誰もやって本邦初やってないよね。まだほら言いましたよ、ここからですよ。絶対パクられますよ。だからあの人出したくないって言います。だけどいいんですよ、また次が出ますから。冷やし中華麻婆、冷やし中華麻婆、そこ、ま、めっちゃうまいよ。冷やし中華に麻婆を入れるでこう褒めると焼きもち焼きがまずそうって言うんです。だいたいだいたいよ、雑魚どもが、雑魚どもが絶対いい。絶対言うけど、セブンイレブンとかがやったら、あれうまいですよねって言うんです。ね。これ先ですよ。弁当あるとか一番先。そこで、4年前からローソンがやってましたって、もし行ってくる方いたファミマで、今、10年ぐらい前からやってましたか、あの人が。20年前かな。もうマボは昔からやってるよね、これね。はい、言っておきました。って言ったら30年前からって言う。30年前にマボはありませんから、業界では。あったな。うなとりやってたな。タレ売ってたな、俺。だけどそのあの彼のクワチブルーでは考えないですね。白のにはいっぱい入れたね、冷やし中華ね、あのクワチブルー。あの人はさ、あの弁当屋は弁当屋向きなんだろうね、本当にアイテムなんとかよりも広い容器にさ、冷やし中華めっちゃいっぱい入れて売ってたじゃん。大丈夫かなっていうぐらいで売れてた、バカバカみたいに売れてたじゃん。あれ先生なんだよ、あいつ。やっぱりこの弁当屋の、沖縄の弁当屋、安く売る弁当屋、天才です。あれはきっとめっちゃ、もうこのもう白い容器に、もうカレー容器とかにも冷やし中華いっぱい入れるんですよ。お客さんいっぱいでした。で、大赤字だったんですよ、最後は。それでダメになってやめてったのに、真似してる人たちがいっぱいいるんですよ。またまたやってるんですよ。金があるどっから持ってんかわからない。なんかその狭間で我々やってんの大変なんですよ。あのバカなせいですよ。だからあれがみんな安売りしたせいで、うん、うまい。お金があったらこういう、いや、っていうか麻婆って書いて、大きいポップっていうか、しずる感のある、なんかキッチンジャムさんたちが前に置いてるじゃないですか。あれやったら売れるんですよ、と。おにぎり食べてます。自分だけ作って。はい。おにぎり食べてます。よく知ってます。そして、おにぎり。おにぎり食べてます。
私のはないです。冷やし中華とおにぎりって合うの？しそおにぎりです。しそ梅さっきお弁当屋さんに来るそばばあの動画作ったんですよ。しゃべり雑談、その時熱持ってるんですよ。だからここら辺で、ね、あれも見てくださいね。ごちそうさまでした。さよなら。